こんにちは、ひかりです。今ね、バリバリテンション上がってるんですけど、僕がね、一人暮らししてた時に実家に置いてあって捨てられてたかと思っていた玩具が、てかロボたちですね、特撮のがね、出てきました。普通にね、別の倉庫にありましたね。やばい、これめっちゃちっちゃい頃に買ってもらって遊んでたロボたちです。はい、じゃあ見ていきましょう。これ普通にね、扇風人ですの、ボディですね、イエローのね、ハリケンジャーのロボですね。とか、それで、ね、俺がテンション上がってるのはこれよ。メガボイジャーがこれ完成するかも。これね、メガシールドになるね、ブラックのね、ロボですね。メガレンジャーのね、メガボイジャーの。ほら、メガ、ボイジャー、2、ボイジャー2、なんだっけ、名前しちゃったけど。で、ね、ここにもいりますからね、ちゃんと。ほら、ボイジャー4でしょ。うん、これイエローのねやつだ。これ胸とかの部分になるやつなんだけど、おお、まさかの、これ結構レアだよね。ギャラクシーメガのシールドだよこれ。しかもデラックス版のちゃんとしたやつだよこれ。ギャラクシールドでしょ。プシー、これはねレアっていうか俺の中でめっちゃ欲しいやつだから。うん、これね他のロボに持たせても普通にいいから。あー、ちょっと待って、いやボイジャースパルタン、やっぱねこの色黄ばんじゃうんだけどね。でもね、日陰にあったからそんなに傷んでないですよ。ほこりもそんなにない。ボイジャースパルタン、これで発射するんだよこれ。あんまね、遊ぶのね、遊びやすくはないんだけど。ボイジャースパルタン、あれどうだっけ、どうすんだっけ、ボイジャースパルタン、ボイジャースパルタン、ほら出た。あ、全然止まない。もうバネがダメなのかな。あんま危なくないようにできてんだよねこれ。そうそう、昔からねこうはめづらいんだよねこれ。ボイジャースパルタン、ボイジャー3でしょ、メガブルーの。これね、足の部分もあるんだけど、あ、これね、知ってる。555の乗り物ですね。ほら、マークがそうだね。555の乗り物。うん。こういうのもあるんだ。あ、これとかね、ちっちゃい頃ね、合体っていうか変形が難しすぎて遊べなかったんですよ、これ、ちゃんと。これ、マークがわかるでしょ。タイムレンジャーのやつなんだけど。これね、塾のね、なんか宿題を頑張ってやったら、もらったんで、親に。うん。宿題頑張ったから、これあげるって言ってもらったんだけど、変形が難しくて、ずーっとこの状態でほぼ遊ばなかったっていうね。うん、やつあ、出た。あ、ちょっと歪んでるかな、これ。違う、元からだっけ、歪んでると思うんだけど。これね、銀河マンのね、銀河グリーンのハヤテのやつですね。かっこいいね、これ銀河マンのロボの羽になるやつ。銀河マンのロボね、箱付きとかだったらめっちゃ今高い。あ、メガボイジャー完成するかもしれない。ボイジャー1あったし、これケンタが乗るやつね。てんてんてんってね。あ、実は最近俺が合体とか言って音楽言ってんじゃん。あれいつもインディ・ジョーンズに最後なっちゃうんだけど、イメージはメガボイジャーのテンテルテンっていう合体ですね。あ、メガボイジャースローかも。あ、銀ガリラだ。銀河マンのロボの足になるやつ。で、あ、中身入ってないかな、これ。ほら、入ってない。ハリケンジャーのね、ボールですね。やばいやばい、テンション上がる。あ、これなんだ？これ何？あ、さっきの、あれか。これの下半身かな。これちょっとあんま覚えてないな。こんなんなったっけ。ちょっと全然覚えてない、これは。あ、ガオレンもあるね。ガオレンのロボが多分ね、戦隊史上で一番ね、クオリティ高いと思いますよ。俺的にね。ガオレンのロボはほんとね、全部ね、超クオリティ高い。まあ、合体の難しさとかはあるけど、あとギミックは別にあんまないんだけど、かっこよさで言うと、出来の良さで言うと、ほんとかっこいい。ガオレンはね、ほんとね、ロボのクオリティはね、高いですね。あ、これもタイムレンジャーのなんかのロボの足だ。タイムレンジャーのロボはね、正直ね、難しかった記憶がある。難しくて遊べなかったんですよ、ちゃんと。あ、ガオライオンだ。あ、ガオライオンだっけ？うん、ガオライオンだね。あ、ホコリがすごい。ガオライオン。ガオライオン、後で掃除しなきゃ。あ、メガボイジャーの足だ。メガピンクの。ほら、ボイジャー5。やっぱね、メガボイジャーはね、中古店で見かけてもね、だいたい黄ばんでますね。あ、これね、壊れやすいでおなじみの、なんだっけ、ハリケンジャーのハリケンドルフィンですね。はい。あ、色が黄ばみまくってるな。これね、あ、でも壊れてない。あ、そうだね。まあ、それはそうだよ。いじってないんだからね。こんな感じで、ハリケンドルフィンだけど、ちょっとね、扱いによってはね、すぐ折れるらしいですね。結構おもちゃレビューアーさんがみんな壊してるんで、ちょっとね、あんまりいじんないようにしようと思います。これ壊れてないかな、わかんないな。懐かしい。ハリケンドルフィンはね、持ってたんだ。で、似たようなやつがあって、ハリケンジャーより前のやつなんだけど、これね、ガオシャークですね。ガオシャーク尻尾ないのかな。てか、なんでガオシャーク2体あんので、こっちのはなんで綺麗なの。
なんでガオサギこんな綺麗なんだ。しかも両方尻尾がないっていうね。で、尻尾があったと思ったら、これガオエレファントですね。これの黒いやつ、ガオエレファントの何これ、下半身と鼻かな。うん、あ、ガオタイガー、あれガオレンジャーのロボも合体できるかな。結構ある。あの、ガオイカロスだっけ、俺あれね、昔ね、誕生日にね、おじさんおばさんに買ってもらったの覚えてんだけど、いまいち遊び方が分かんなかった気がする。俺やっぱちっちゃい時ね、変形ロボで遊ぶのがすごい苦手だった。で、全く関係ないけど、これマジンガー Z なんだけど、この頭の部分はね、あのね、壊れやすいから、ほんと子供に与えない方がいいよ。あのパイルダーオンするんだよ、ここにね、操縦席乗るんだけど、その操縦席のね、パーツが細いからすぐ折れるので、俺ちっちゃい頃折っちゃったの。これこれマジンガー Z、 親に買ってもらって、これはなんかルレープってなんかわかんないけど、結構高かったから親に大事にしろよって言われたんだけど、全然ガシガシ遊んじゃったっていうね。あ、でもガシガシ遊んだ割には拳にあんまり汚れがないな。あれ結構これガシガシ遊んだんだけど、あ、可動、あ、可動するよな、そういう日でしょこれ。ただもう頭の部分はね、パイルダーオンしすぎてね、あの歌でね、パイルダーオンみたいなのがあって、飛ばせてけんロケットパンチとかって、それを真似してましたね。これさっきのタイムレンジャーだね。ホコリがすごいな。これはこれ何、え、これなんだっけ、これゴーゴファイブかな。ゴーゴファイブのロボはでも買ってなかった気がするね。ゴーゴファイブあんまハマんなかったから俺が、だから親に買ってもらってなかった気がするな。じゃあ何、タイムレンジャーかな。ちょっとこれ全然覚えてない。タイムレンジャーは面白かったけど、でもまあゴーゴファイブも面白かったんだけど、あのおもちゃ的にあんまハマってなかったっていうのがある。これね、これこのね、カプセルは結構今でも売ってますよ、うん、中身とかも結構ある。あ、で、なんでさ、ガオレのロボは俺2個も買ったのか謎なの。当時2個買って、しかも1個保存用にしとけばいいのに、2個とも開けて遊んでたみたいですね。なぜかというとあるから。多分ね、なんかね、2種類ぐらいのロボになるんだよ。ほら、またあった。あ、待って、やばい。これはいいんだけど、これ結構あるんだけど、こういうの。こういうね、こういうね、あの、ロボの武器って結構みんななくすから、店頭とかで中古で買っても武器だけない時あるんだよ。これ確かタイムレンジャーのロボだよね。なんかさ、こう開いてさ、戦うやつでしょ。ジャッジメント、ジャッジメント今は違うわ。ジャッジメント今はデカレンだ。あ、あったあったぞ、これ。これ知ってる。あの、タイムレンジャーのタイムファイヤーのロボの T-Rex だっけ ?T-Rex なんだっけ、ギガレックスだけど、名前違ったけど、あの、これで変形する。やべえな、電池入れっぱなしっぽいな、これ。これで変形するの。あの、音声で変形するっていうね。すごいギミックで、しかも、全自動で変形するっていうね。あ、タイムレンジャーのなんかの、あれだ、タイムで絶対ね、揃ってないな。これはあの、このこのケースのハンドルだね。あ、これは懐かしの、まあ、全部懐かしのなんだけど、ハリケンジャーのこの武器になるやつ、あのさっきのカプセルに入ってるやつなんだけど、こういうのいっぱい出たね、ハリケンジャーも。ハリケンジャーこういうなんか収集アイテム結構出たよね。結構これはね、あのいっぱい買った気がする。買ったというか買ってもらった気がする、で、こういうね、あのそうそう、こういうのもあって、これはあの変身アイテムに使う。俺変身アイテムってね、ちっちゃい頃持ってたっけ。でも今でもね、中古でよく見かけますけどね。これはタイムレンジャー、あ、さっきのじゃあタイムレンジャーだな。ちょっとタイムレンジャーのロボパーツ絶対足んないだろう。あー、なんでなぜだ、 T-Rex の腕だけあった。 T-Rex じゃないな、なんだっけ、ギガレックス、タイムレックスだっけ、名前知ったんだけど、タイムファイアのロボの手ですね。これめっちゃ高かったんだよ、これ親に言われたの、これ高かったよってあんま覚えてること言わないんだけど、結構なんか、あと言われなかったか、これで、これじゃなかったっけな。まあでもね、なんか、すげえ嬉しかったの覚えてますし、クリスマスかなんかに買ってもらったの。やっぱね、発売のタイミングがね、あの辺のでかいロボってクリスマス頃なんだよね、確か。これもタイムレンジャーのなんかロボの腕になりそう。あ、これ銀河マンだね。銀河マンのもうロボのメイン。で、この銀河マンのロボのすごいところは、めっちゃ重い。超合金だから重いんだよ、これ。多分、戦隊のロボで超合金で一番でかいんじゃない、だから、重さで言ったらトップぐらいで重いんじゃない。あ、これ良さそう。これタイムレンジャーのシールドっぽくない、違うかな、シールドっぽいんだけどな。でもタイムレンジャーも超合金は使われてるけど、全部が超合金ではないな。まあ銀河マンもそうなんだけど、でもね、銀河マンもね、やっぱ超合金ロボとしてね、名を馳せましたよね。あ、ハリケンジャーのロボの顔になるやつだ、扇風神の顔ね。あ、これなんて、あー危ねね、銀ガオレンジャーのあのヘッドになるやつだよね、ロボの。こうやって回すとほら、ヘッドになった。あ、ガオレンのロボやっぱかっこいいよな。これかっこいいもんね、このこれ自体がね。
あのね、そう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 、これね、確かね、銀河マンと似てるなってちっちゃい頃ね一緒に遊んでた気がする。こんな感じで、ほら似てるでしょ。で、あとは、ここら辺はね、あのバケツソルジャーのやつ、あのトイストーリーのやつ、リトルアーミーメンだね。で、これはまああれか、あのなんでこれ絶対パーツされてないんだよね。ほら、あのクワガライジャーのやつ、ロボ。ただこれはね、最近買ってるから、あの別に持ってるんだけど、そうな感じで。なぜだ、あれこれなんでこれが入った、あ、俺が入れたんかな、多分。最近妖怪ウォッチは最近ですね。これはなんだ、あ、これが良かった、これだ。え、何も壊れてないじゃん、さすが。さすがっていうか、いじってないから壊れてないんだね。いや、嬉しいけど、嬉しいけど若干パーツ足りないな、やっぱメガボイジャーも。あの、この片っぽがなかったり、やっぱりメガボイジャーのこの足部分もないし、うん、あと、なんだろう、まあ、ボイジャースパルタンがあるからいいんだけど、あ、そうだ、メガボイジャーって結構中古でこれだけないよね、ボイジャースパルタンだけ。あ、てか俺が行くトイプラネットでは結構ね、ボイジャースパルタンだけなくて1900円ぐらいで売ってたりしたから、最近。まあでもちょっと破損割りっていうのが怖いんだけど、これが結構俺は嬉しいかも。ただヘッドがないね。メガボイジャーのヘッドってね、まあ、絶対なくすんだよ。なぜかって独立してっから、ここにくっついてるだけで外せちゃうから。そうで、これはね、ボイジャーシールドっつってね、結構使ってたよね、本編でも。こんな感じでブーンっつって。メガボイジャーはね、武器がね、あのボイジャースパルタンだから剣とか使わないんだよね。基本的にパワー半端ないから、ボイジャー、メガボイジャーは。これとかすげえよね。あ、あとあれだ、なんだっけ、ボイジャースパルタ以外にも、あのボイジャーパルサーだっけな、胸から攻撃撃つんだよね。あのネジブルーと戦う時にはね、結構このボイジャーパルサーをね活用した思い出がある。まあボイジャースパルタンがあるけど、ボイジャースパルサーなんで、ね、ボイジャーパルサーといえばやっぱこれだよね。パパン、これね、はい、胸から攻撃するっていう、このマジンガー Z も、なんだっけ、ロケットパンチが必殺技とか、メガボイジャーじゃなくて、ギャラクシーメガとあのデルタメガが合体したスーパーギャラクシーメガも、これでいうロケットパンチを打ちますからね。スーパーギャラクシーナックルを打ちますからね。で、これは、なんだっけ、名前知ってたな。胸から、なんか攻撃するんだよ、胸から。それはね、メガボイジャーがね、ついてるっていうね。だから、ね、あの、そう。そう、だから、まあ、俺はね、どっちかっていうと、メガレンジャーから先見て、その後、あの、なんだっけ、マジンガー Z 見ましたね。メガレンジャーはね、幼稚園入る前にやってたんだよね。で、マジンガー Z は幼稚園に行く前に見てましたね。あの、マジンガー Z、バロム1、キカイダーを毎朝見てました。あの、東映チャンネルでやってたから、わ、ホリがやばい、手がやばい、分割れてる。いや、これ嬉しかった。これ結構ね、なくて困ってたっていうか、あの、最近、あの、ハリケンジャーのロボは、イエローとレッドのは、あ、レッドの持ってたっけな。いや、確かにイエローとレッドは持ってたんだ、最近。買ったんだよ。で、これだけなかった記憶が、あ、あったわ、これだけしかなかったんだ。で、このヘッドはなかったんで、確か。そう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 。で、この尻尾かなんかが折れやすいってね、さっきね、勝俣博物館さんとか、あとトイズガオーさんとかもなんか結構壊してたんで。でね、メガボイジャーはね、言ってもね、あの武器以外はね、あの中古店でよく見に来ますね、この辺は。うん、メガボイジャーは大体ある。うん、ここら辺も大体、まあでもこれのはね、ここら辺壊れやすかったりするから、あ、だけど、このメガボイジャー、そう、だけどまあ、ギャラクシーメガのギャラクシーサーベルだっけ、メガサーベルか、メガサーベルあるかな。とりあえずこれはあってよかった。うん、メガウィンガーはあるんだけど、ウィンガーキャノンがどこか行ったんだよね。ここに入ってるかなと思ったけど、ウィンガーキャノンがないのがね、結構辛い。でもね、中古店でメガウィンガーってめっちゃ安いんだよね。499円とかでもあるとこもあるから、まあメガウィンガーは手にまた手に入れるか。よかった。なんか変な、ホリぐらいしかなくて。でも銀河マンのロボも多分足りてないよね。銀河ピンクサヤのロボとかないもんね。あ、あったわ。あ、これガオホワイトか。銀河ピンクのはないし、なんで銀河ピンクはないのに、ホワイトは2つあるんだ。でも中古店でこれだけとかで売ってるからね、結構ね。そんなね、貴重ではない。だから、リアルに嬉しいのは、どれだろうな。でも、まあ全部、それは思い出の品だから嬉しいんだけど、やっぱり、もうボイジャースパルタンが出てきたのが嬉しいのと、あとこの、
ね、あのギャラクシーシールドだっけと、あとボイジャーシールド、このね、3つのね、この付属品系はね、かなりね、嬉しい。みんな捨てちゃうじゃん、大体ロボは売るけど、なくすからこれだけ、これはね、マジ嬉しい。ぶっちゃけこの、あのメガボイジャーの頭よりも こっちの方がね、俺的には価値がある。うん、でかっこよくね、これ普通に、ただのさ、宇宙船だよね、これね。で、これ普通のロケットだし、メガボイジャーってやっぱさすが、あのギャラクシーっていうか、なんかメガスペースなんだけど、パワーレンジャースペースって言われるだけあって、うん、宇宙をね、結構舞台にしていて、いいですね。でもちょっと足りないな、パーツ。ほら、尻尾両方ないし。ガオシャ、かっこいいな、ガオシャ、ガオライオンも。ガオライオンの埃が一番やばかった。でもなんか、これのパーツで結構、うん、パーツ取りにも使えそうだね。てか、パーツ取りにだいぶなるな。いやー、メガレンジャーのこの、これ嬉しかったわ。でもこれって結構中古で今もありますよね。うん、そうそうそう。あ、待って、もしかしてハリケンジャーのロボ合体できんじゃね。これがあって、待って、これ胸の中、あ、クモの巣が張ってるけど、これがあって、あ、胸には何も入ってない。これがあるじゃん、これがあって、ドルフィンがあって、待って、足んないか。これであるけど足りるか、ちょっと足りそうだね。てか、レッドってこれだけだっけ？こんだけレッドってパーツ。あ、そう。やった。体験者はどうもガッツできるかもしれない。しかも最近なんか買ってるしね。しかも武器がないなと思ったら、こいつがいるし。この謎の武器があるからね。これなん、どうやって使ってたっけな。ハリケンジャー見直そう。最近ハリケンジャー面白いんだよね。あの、ハリケンジャーってさ、役者さんがみんなさ、なんか、現役でやってっからさ、そう、あの結構あの最近もよく活動して、最近ね、インスタグラム見てたらね、ハリケンジャーとあとゴーンレッドがね、の役者さんがあの一緒にね、コラボしてて、すごい感動した。わあ、ゴーンレッドとハリケンレッドが一緒にやってるねとか思って、面白かった。ゴーンレッドのね、あの、なんだっけ、古原さんだっけ、役者さんのがね、あのハリケンジャーの変身ポーズとかやってて面白かった。いやー、嬉しいわー、楽しいわー。 あとこれだね、こういうね、やっぱり武器系は絶対取っといた方がいいっていうか、中古とかで安く見かけて、なんかロボは壊れてるけど武器だけあったらとりあえず買っときた方がいいと思う。結構武器ってマジね、遊ぶとき必要だから、あの無理だったとしても別のロボに持たせたらいいんだよ。いやー、感動してる。みんな、ごめんね、みんな感動してる、大丈夫、みんなは感動しないよね。まあ、埃がやばいけどね。まあこんな感じでおもちゃのね、あのちょっと発掘したので久しぶりに出してみました。ほんと何年ぶりだろう。いや、もうないと思ってたから、正直こんなには。まあいくつか残ってるだろうなとは思ってたけど、ほとんどなんかね、俺が兵庫のあの一人暮らししてた時に、学校の関係でね、その時ね、結構ね、実家のものね、片付けられちゃったんだよね。うん、結構俺の MD プレイヤーとか使ってたやつ、ちっちゃい、小学生の頃にじきじき使ってたやつとかも捨てられたらしいし、結構捨てられてるから、うん、俺がね、捨てていいよって言っちゃったんだよね。もうなんかめんどくさかったから。だからそうなんやなと思ってたけど、うん、ボイジャースパルタンってね、ギャラクシー、あ、メガボイジャーのシールドとギャラクシーメガのシールドとタイムレンジャーの武器は嬉しい。あとハリケンジャーのロボは今から展示してみたいと思います、動画見てね。はい、ということで、この動画良かったなとかね、面白かったなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録、そしてコメントいただけると嬉しいです。なんか情報とかも待っております。はい、そしてね、ちょっと絵が汚いんで、ホコリがね。はい。そしてね、まあ、あの、おもちゃに関するね、まあ、これ最新のね、おもちゃをね、ちょっと、Amazon リンクを説明欄に貼っておくので、よかったらご覧ください。そしてね、関連動画もよかったらご覧ください。じゃあまた、バイバイ。Please subscribe.